お風呂の時はティッシュでオフして粉をつけるといいよ。たい焼き毎日毎日僕らは出たの。なんだっけそれ、泳げたい焼きくん、よくわかってないけど。なんでサクサクさんそんなにたい焼きいっぱい持ってるの？そうだ、これ無料のたい焼きだよね、なんでなんでそんないっぱい持ってんのたい焼き。今日は最近買ったグロスが届いたっぽいんで、ずるい、ちょっと開けて塗ってみます。ずるい、韓国から届いた。ずるい、ゆーちゃんのはまだ届いてない。ねえ、もうさ、このロマンのつかなくなっちゃった。嘘、もうなくなったの？パンプキンオレンジ、パンプキンオレンジ、そんな使ってた？うん、なくなっちゃった。オミジャレッドはあるんだけど、パンプキンオレンジなくなっちゃった。オミジャレッド使えばいいじゃん。あなんで？オミジャレッドの色あんまり好きじゃない。なんでかって、オレンジが好きだから。そうなの。何を買ったっけな、わしは。ギフトで買う、お金買う、ん？ギフト買う、お金買うとたい焼きがおまけでもらえる。あ、そうなの？そうなんだ。だからそんな無双たい焼き。ありがとうございます。ねえ、ほうじ茶超美味しい。買ったの、よかったね。うん、買った帰りに。見て、届いた。ロム&、私ロム&しか勝たんと思ってるから。勝たんしかロム&？ロム&しか勝たん。勝たんしかロムアンドと思ってるから、私ロムアンド、ロムアンドっていうラッシージューシングランティングティントみたいなやつ、そうそうそう、よく言えたね。ロムアンドの、ロムアンドっていう会社のあのやるしか買わない。今日スタバで可愛い質問した。何、ん、今日出た新作のスタバの、ん、今日出たほうじ茶のやつって結構甘いですか聞いて、あ、そうですね、ホワイトモカシロップが入ってるんだ、甘いですって言ったら、じゃあそれ一つお願いしますって言って買った。ブリッコなんかブリッコしてた。ちょっとさ、こっちにする。ゆうちゃんも見えるよね。おいしいよ。あんまりあんまり響かないんだよね、いつもやってるんだけど。ほうじ茶をリーチに与えるんだけどね。おニューのリピンク系？そう、ピンクが欲しくてね。かわいいな。でも女の人ですよ、店員。なんかもう7時50分くらいでお店閉まるって感じ。こんな感じで、かわいい。りーちゃんがピンクが似合う顔面だからいいな。りあちゃんやっぱブルベ系のリップの似合う。そう、うん、私イエベだけどね。ん、あれ、うちブルベじゃねブルベってピンクだっけ、日本の。あれ、ブルベは渋い赤とかじゃないっけ。んオレンジは誰？オレンジはイエベ。え？ん？うちブルベじゃね？あれ？ん？イエベオレンジだよ。でもね、ブルベじゃね？え？あれ？なんで？うち。ゆうちゃんイエベでしょ。あ、イエベだっけ？え？違うよ。リーちゃん。リロイエベだよ。一緒じゃなくね？だって。ん？うち何ベ？ブルベ？イエベ？イエベ？ゆうちゃんイエベじゃない？イエベだっけ。イエベだよ。ブルベはユイちゃんみたいな色の人だよ。白い人、うん、白いじゃん。白くないです。リーちゃんもブルベなの？イエベってばえ、リーちゃんと一緒じゃないの？ユイちゃん、まあイエベって言ってたよ。本当に、うん、忘れちゃった。あ、イエベだって。うん、なんか私ピンク似合わないと思ってるんだけど。確かにユイはブルベだね。わかりやすいのがあれか。セリカとかもブルベでしょ多分。うん、
たいのに関係ないんだ。何が関係するの？うちらブルベなのじゃ。イーちゃんはブルベでユウちゃんはイーベ。何やかれの似合ってんの？スケベ。スケベ。うまいな。今日はレッスンだった。さっきも話したね。これうまれ持った目の色とかの色色素、肌の色関係ない。ジグロでもブルベの人たくさんいる。へえ、そうなんだ。ジグロでもわかんだ。一分間分ごめんね。おじちゃまにはついていけない方ね。ゆうちゃんはイエベ。イエベなんだ。ひーちゃんがブルベ。まじ前髪ハゲなんだけど今。オイルつけた？つけてない。もう汗。私夏になると結構油ぎっしょになるんで。油ぎっしょ。目の色の問題？女の子の話だねこれは。べって何？べーの話でもないんだけど。頑張った今日も。なんか久しぶりに脳みそ使った気がする。女子トークについていけない。じゃあ男子が男子トークしようよ。男子トークしよう。男子トーク、男子トーク教えて。逆に男子トーク教えてよ。メールの写真を撮っておるよ。ウマ娘。ドキ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 、君の愛がズキュンドキュン。ずっとウマ娘ウマ娘。じゃあ TikTok が出てくるんだよね。でもウマ娘が何か知らないけど、ドキ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 ゴングみたいなの知ってる？知ってる？りーちゃん。なんかドンキーコング出てくる。え、そう TikTok しか知らん。ドキ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 コング。ゆいちゃんやってるんだ。うん。ウマ娘ウマ娘ってなかった？わかんない。755では見た。ウマ娘やってるよって。っていうのがいっぱい出てくる。めっちゃ出てくる。マジで TikTok 見ててドンキーコングって出てくる。マイカンチだからも流行ってるよね今。あ、いいじゃん、うん、ここあ、いいじゃん、うん、ここマイカンチだから。あ、いいじゃん、うん、は女の方が逆にさ、ね、順番めちゃくちゃいっていう。は？ここ前感知だから。わかるよ。でもここ前感知だからっていう。ごめんね。今の流行りは馬娘とうまい感じ。めっちゃピーピー聞こえる。疲れてんじゃん。耳鳴りしてる。
いや聞こえるモスキートみたいな音が、え私だけ？47の TikTok バズってる。なんで調べてないんだろう。使っていいの私たち。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、なんかなんか。聞こえない？聞こえない。自分で考えたの？分かんないよ。ここがちょいちょい外れるの気になる。かわいい顔え、すごい動画？すごい。かわいい。メール送ったの？はい。早っ。え、ピーピー俺も聞こえるって。嘘、ガチで言ってる？ん？今してない、ピーピー疲れてるのかな。じゃあこのリップの何とかメロンって名前なんですけど、何メロンっていう名前だと思いますか？何とかメロンなんだよ。ちょっとどうでもいい。あ、見えちゃう見えちゃう。何とかメロンなんですけど、 F から始まります。あ、F から始まるなんとかメロン、なんでしょうか。あー当たってたわ。当てた。 F からって言ったら簡単かな。ファンタスティックメロン。いやー違うなーいいね、ファンタスティックメロン、いいね。夕張メロン、フレッシュメロン、あー、ファンシー、ファンタジー、フレッシュファイナルメロン。いやなんかいい線いってるな。でもフルーティーメロン、うん、ファンシー、ファンシーいいよ、フレッシュ、ファイナルメロンくらいファンタ2回目。うん、あ、来た。ん、違った、ファンシーだった。それフレッシュレモン、ファミリーレモン、ファンタジーメロン、フェイスレモン、フラッシュメロン。来たよ。おお正解。誰だろうこれ。 WKYMORMN さん正解。正解せーの、ファンキーメロ ン。あれも取って誰これ、うん、あ、これ簡単じゃない、うん、どっちにする。前でしょ。前を隠す。違う違う違う、後ろ隠す。後ろ隠す。あ、前隠す。前隠す。はい、はい、この色なんとかベリーだよね、うん、なんとかベリーっていう名前なんですけど、見えてる見えてる見えてる。見えてないよ、こっちほら。クラスティングウォーターティーンズ。クラスティングウォーターティーンズ。はいはいはい、なんとかピンクっていう色なんですけど、え、答え言っちゃってるよ。んバカ。なんとかピンクじゃねえよ。答え言っちゃったんだが。ピンクメロ、ピンクベリーでした。出ちゃった出ちゃった。これ見せ、これ。
これ、はい、私の使ってるもう愛用、どっちがいい？こっちか、うん、そうね、なんとかブラウン、なんとかブラウン、なんとかブラウンなんですけど、頭言っていいかな、 A から始まる、 A から始まるなんとかブラウン、 A ってあれだよ、ローマ字、ローマ字の A、 さあなんでしょうか、あらせてよ、 A ですよ、アンコールアメージングブラウン、あ早い、あ早いね、もう一度答え見る、アイボリーブラウン、アクティブブラウン、アザトブラウン、これはもうあかりんさんのあれみたい、正解はせーの、アップルブラウンでした。私これなくなったので今注文してます。あそうなんだ、これにした、アジアンブラウン、これはさっき言っちゃったけど分かんないんじゃない、覚えてる人いるのかな、でも色分かんないよね、こうしたらいいか、こちらなんとかレッド、 O から始まる何レッド、むずくないこれ、これなんだろうね、何が何なの、いやむずい、これなんとかレッドだけど、いや当てれる人いないんじゃないこれ、オーマイガーレッド、当てれたら100万円あげても、100万円は言い過ぎたなそのゆうちゃんのリップあげます、勝手にオリジナルレッド、オーシャンレッド、オーガニックレッド、うん、オリオンレッド、うん、うん、違う、絶対当たんないもん、4文字、5、4か5かどっちか、オーラルレッド、オールレッド、違うね、カタカナ、オリエンタルレッド、4か5だよ、4か5、分かんない、4って捉える人もいれば5って捉える人もいると思う、オリジナルレッド、まあまあ、近くはないけど、近くないっす、うん、近いっていうかこれ何が正しいか分かんない、答え言っていい、まだ何言うの、絶対当たんないよ、ゆうちゃんちょっとリラお花摘んでくるからさ、分かった、お花摘んでくるって、じゃあ答え言うね、正解はおみじゃレッドでした、おみじゃレッド、おみじゃなの、え、なんなの、オマージュじゃないの、おみじゃじゃないの嘘だ、おみじゃだよえ、合ってる、オマージュレッドだ、オマージュって読むのこれ、おみじゃ、え、待ってこれオマージュって読むの、待って、 OMIJAOMIJA、 おみーじゃじゃない、それだったら OMIJA、 おみーじゃじゃない、え、おみじゃでしょおみじゃレッドでしょ、ほら、え、これオマージュ、 OMIJA でオマージュって読むの、ちょっと待って待って、オミジャだよね、合ってるの、オミジャレッドです、これ韓国語、あ、韓国語なんだ、でも韓国のやつだからオミジャレッドで合ってるじゃん、ねえ焦った、これで私オマージュって読むのかと思っちゃったよ、海外の地名だって、海外っていうか韓国語、それ愛じゃなくて A だと思ったリル、普通にオマージュって、オマージュだと思った、うちこれでオミジャ、オマージュって読むんだって今学んじゃったみたいに、オーMIJA、愛が A だと思ってたずっと、オーMIJA で、さすがシャープフリーってやめるマジで、シャープフリー偶然のシャープフリー、もう一個ある、しらけてる、もう一個あるよちゃん、ない、あれ持ってたんじゃない、ワイの、あ、バックに入ってる、なんかないかな、でもこういうのって多分韓国コスメだから、じゃあさ、それなんて読むかさ、あーいいね、見えるかな、 ZEESEA 合ってる、うん、
ZEESEA、 はい、 ZEESEA なんて読むでしょうか。見せてあげないよ、もうちょっと。 ZEESEA 普通に答え分かる人言わないでね、うん、普通にシンプルに分からない人やばい。 ZEESEAジーシージェシーでさジェシージェシーゼシアジェシー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 ゼシーゼシーばっかや。ゼシージェシージェシーゼシー知ってる身からすると笑っちゃう。これはもう みんなお兄様方みんな覚えといてもろって。若い今なんか女性の方ゼクシー全然違います全然違います。 ZAAC おすごい正解はせーのズーシーズーシーって読みます。このブランド、これブランドです。ブランド、うん、ズーシーは最近、うん、調べたってバズってる。あ、それは卑怯だわ。ズーシーです。ズーシーです。なんかないかな。なんだこっち。なんかもう物がない。ない。もう問題出せるものがない。ライン見て、ライン見て。みんなに。え、ショールームで？うん、どこサビ？もうね、このロム&っていうのはすごいいっぱいなんかいろんな。あれがある、種類がいっぱいいろんな名前の種類ある、うん、リラもこれもうないのかなっていうかね。こうなんかジューシーラスティングティントとウォーターティントと普通のティント、これもこれもあれよ、ね、これも種類が違うんだよね、うん、そう。これはあ、これは一緒か。パッケージが違うだけだった、ごめん嘘ついた。これはなんか水光ティントみたいな、水水光ティントなんかしてるけど、これは普通のティント、ちょっと違うんだよね。どうなんだ、今いっぱい可愛いのってる。これはわかるかな。わかるか、うん、普通に読める。それはたい焼き投げたので落ちます、おやすみって。おやすみ、早く寝たいな今日。 P アイドル買ったことないの、一回も。買いたい P アイドルね。ゆうちゃん持ってるよね、 P アイドル一個持ってる。 P アイドルってあかりんさんのやつ、うん、あかりんさんのやつはリップいっぱいあったな。家にあるかも、実家。これなんで実家にあるの、うん、置いてきた。持ってきて、使わないなら持ってきて。はい、家にいらないリップいっぱいある。でもリップとか使用期限って1年くらいっていうの、うん、だから使わないなら捨てないと。ロム&はデパコストじゃない。ロム&は1000円くらいで買えるよ。もうリップがない。これおみじゃれって終わるんだけど、なんか、まあ、物によるけどリップとか私1年っていうか、スキンケアとかは半年とか。2人
人の好きなブランドは、グッチとプラダ、ツラやばっていう。私は化粧品の話、化粧品の話、資生堂。好きなブランドとかない、気になったもの買う。さ、やばくない？リラ、マジ前髪ハゲなんだけど今。前髪切りたいけどこの状況で切ったらやばいかな。ダメ。風呂場で切るか。似合わなそうリラこれ。そう？意外とスッキリしてるよ。ピンあるピン。何ピン？雨ピン？ない。ハギみたい。肌汚いよ。汚いけどやっぱこのね、ショールームの肌加工。シェイシェイ。大事だよねマジで。うん大事。なんか自分も今日前髪分けてみようと思ったけど多分似合わない気がする。似合わなくない？昔はでもこの前髪普通だった。似合わないん。芋感あるやちょっとここは。ソファー座ろう。よくない。大人っぽいじゃん。ボブでセンター分けとかしてみたいけどあんま似合わないと思う。ちゃんとここ上げないとあれな気がする。そんなことない。大福大福。ザ・フレッシュケークってどういう意味？普通にフレッシュなケーキなんじゃない？みずみずしいケーキ。ファンの人がくれたやつ。2年前くらい。新鮮なケーキ。今日雨あんま降らなかったんだね。うん、傘なくしたごめん。え？ま？ま。ショック。気づいたらなくなってた自分の手元から。りーちゃんに傘持たせない方がいい気がする。明日大雨だよ。やだ。傘買わないと。事務所ではない、うん、ラーメン行った時持ってた、うん、なんかさリラ普通にさなんかこういうちっちゃい傘買った方がいい気がする、うん、なんか高い傘。あれも高いよ。700円くらいしたよ。もっと高い。でもなくすと思ってた今日。嘘。うん。りーちゃんに持って帰ってねって言われて分かった。雨降ってるかと思ったからりーちゃん傘持って帰ってねって言ったんだけど。全然降ってもすれなかった。そうなんだ。いいなぁ、ラーメン食べたいってずっと言ってたのに、りーちゃんにラーメン、いいじゃん、今日うなぎ食べてんだから。
言わないで。いいよ。そう、今日うなぎ食べました。ずっと言ってたよね、うなぎ食べたいって、うん、実は。そのなんか、わー楽しいご飯だとかじゃなくて、なんかちょっと真面目にご飯を食べてきた。食べた。いいな、リラもうなぎ食べたかったな。なんか和食が食べたいって言ったけど、なんかうなぎ嫌いそうって言われて、でもうなぎ食べたっていう。美味しかった、元気出た。いやマジうなぎパイとかじゃない、やめてよ。そんなうなぎパイで満足する女じゃないんだけど。めっちゃなんかもう誰もが知ってる土地でうなぎ食べに行ってたよ。誰もが知ってる土地、ね、ちゃんと見せとこう証拠。絶対岐阜帰ったらうなぎ食べるって言ってたんだけど。いやしかもまさかのひつまぶしっていう。ありがとうございます。いいな、誰と行ったんだよ。知ってるだろ、知ってるだろ。マジうなぎ美味しかった。美味しかった。でもなんか岐阜とか名古屋ってひつまぶしが普通にあるのさ、うなぎ屋さん行っても。ひつまぶしとうなぎの違いがちょっとよくわかんない。ひつまぶしはこのお出汁かけて食べるじゃん、うん、東京ってまあひつまぶし専門店とかしかないらしくて、この岐阜は普通にあんのさ、うなぎ屋さん行ってもひつまぶしが、うん、からなんかびっくりした。いいなぁ、かゆうなぎいいなぁ。りーちゃんもいいなぁ。何が美味しそうなの食べてた。今日初めてフォアグラを食べたんだけどさ。結構衝撃じゃない？今日フォアグラ食べてた。なんか今食ってるべ。よくわからない気持ちになりました。そうよくわからない気持ちになった。食べたことある？こんななんか丸々は多分ないと思う。なんない記憶にないんだけど、ないかも、ごめん。なんかすごい味した。いたいたいた。お肉だよね、でも鴨の肉だっけ、うん、鴨の肉鴨鴨の肉だよね。なんかすごい、あ、高級料理なんだなっていうのは分かったけど、苦手な人多いんだ。肝臓、鴨の肝臓。肝臓なんだ。ガチョウ。ガチョウ？いやガチョウではなかった。カモって言ってた。でもガチョウの感情、感情。ガチョウの感情だっちゃっちゃっちゃ。フォアグラ作ってる動画見たら食べれなくなるよ。だって見ない見ないで。怖そう。キャビアはなんだっけ？サメの卵？トリュフは何？キャビア食べたことない。食べてみたい。トリュフはあんの？トリュフはなんか美味しくないよね。トリュフってなんだっけ？キノコでしょ。キノコなの？トリュフって、うん、食べれるの？だから嫌いって言ったじゃん、うん、キャビアはチョウザメか。チョメ酒井さチョメ、チョメになってるの。もう世界三大珍味ってさ、珍味なだけでさ、確かに珍味、珍味、珍しい味ってことか。世界にこれ、日本じゃなくて世界だよ。日本の珍味はないの？ないでしょ。海外の人からしてさ、日本のこの料理ないわとかあんのかな。ありそう、ね、ゴーヤーチャンプルーとか、うん、ふーんって言わんといて。
松茸ね。確かに珍味だ。嫌い嫌い。納豆ね、珍味だわ。納豆って珍味なの？ジャパンからしたら普通じゃない？うん、でもだってほら、ね、海外の人からしたら草ってなんじゃない？ワーオーってなりそう。うん、ワーオーとかじゃなくない？ってなんじゃない？ゆうちゃん羽ピン取って。何がいい？小地味？何でもいい。うん。卵かけご飯とかもありえないんだ。日本の三大珍味あるよ。ウニ、このわた、からすみ。このわたって何？このわたって何？ナマコの内臓？ナマコってどうなってんだろう。ね、何、ナマコの内臓がこの綿？この綿。うん、見たくないな。ナマコってどうなってんだろう。見たことある？なんかない。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 うちもない。グアムで捕まえたね。ギラ捕まえてない。無理だった？もう一発で落ちた。自分記憶ない。多分触れてないんだと思う。生子美味しいんだって、うん、大人になったら分かりそう。で、めんこいって何？かわいい。しらこいって何？しらこい、うん、しらこいってしらけるとこじゃないの？しらこいってなんかいいな。これ男子トークなの？三大珍味。男子トーク教えてよ。男子トークしよう。みんなが学生の頃に戻って男子トークして。しらじらしいって意味なんだって。しらじらしいって何？しらこい。しらこいっていう意味がしらじらしいって意味。しらじらしいって何？しらじらしいが分からない。しらじらしいってなんて言えばいいかな。面白くないってこと？違う。なんか恥ずかしいじゃないけど、なんか見てて恥ずかしいみたいな感じ。文字文字じゃないけど、わざとらしい。そうそうそう、ごまかしてるとか、なんか。じゃあこれは男子トークだと思うよ。男の人って女の人のどういうところになんかキュンってなるの か、 なんかどういう仕草、うん、アイドルじゃなくてってこと？そう、女性にね。そう、人間として、うん、一人の、確かに一人の人間として、女性として絶対あるわけじゃん。多分一人一つはさ持ってんじゃないかなって思うんすけど、なんかディスられてる。顔、日本の三大珍味宮崎。どういじってんのか分かんないね。上目遣い。それは下からだよ。やっぱ上目遣いすごいんだ、ね、あまりないかもな。そう、マジか。例えばさ、テレビとかでよく言うのはポニーテールしてる瞬間とか、結んでる時とか、ね、そうそう、うなじが見えた時とか、なんかほのかに香なんかふわって香ったその人の匂いとかさ、耳に髪をかける時、後ろ姿、髪を束ねようとしてるところ、靴揃えてくれた時ドキッとしました。ヒールを脱いだ時に身長が小さくなる時、用事がある時に洋服のそれでツンツン引っ張ってくる女子いたけど人気あった。こういう感じ。ああ、可愛いかも。可愛いかも。ボディータッチ。私さ、なんかボディータッチする女性はモテるみたいなの見るけどさ、どういうノリでどういうテンション感でやってるのか本当気になる。うん、なんかさ、
女の人から見てさ男の人にボディータッチしてるのとかうわって思っちゃうのよ多分、まあ、確かに女性からしたらね。そうだけど男性の方はそれがうわけはいいってなるわけじゃん。触れられたらキュンとするんじゃない。触れるだけでいいの。もうこういうのでもいいんじゃないの、ねえとか、うん、男性はね。女性はもうこれは計算よ。確かに確かに、うん、何でも意識でこんなことやる人いないと思うけど。でも嬉しいんでしょ男性からするとこの、うん、ねえねえねえとかが。しつこすぎたらダメなんだ。適度にってこと。ゆうなちゃんがいつも何気なく言ってるやつ。何をやってる。なんだろう、ちょっと解剖してみよう。なんだろう、なんかやってる。なんだろうとか。なんか、なんだろうって。やってるの知ってんだよな、ゆうちゃんが普段から。なんだっけ、出てこない。あざといってこと。うん、なんか、みたいな。やってるよね、ゆうちゃん。酔ってないのに酔っちゃったってくっついてくるとき、それって許せるんだみんな。どういうこと。酔ってないのに酔っちゃったって言ってない。ちょっと気持ち悪いかも。それはさ、まあ、みんな大人だからさ、なんかはい、もう酔っ払ってない、全然飲んでないって分かるのに、あ酔っちゃったっていう女性はどうなんですか。みんなからしたら可愛いと思うじゃない。気になる。ちょっと僕が解放してあげなきゃと思うんじゃない。でもなんか一周回って田中みな実さんは可愛い、なんかもう、うん、殿堂入り。いつもあざとい女の人好きだから、全然多分酔っちゃったって言ったら可愛い子がやってれば全然許せる。ありなんだ。エリラ、女の子からさ一緒にさご飯行ってさ、なんか今日はありがとう、ほっぺた落ちるくらい美味しかったって言われたらキュンってするかも。よくその考え思いついたね、ほっぺた落ちる。なるほどね。ほっぺた落ちるくらい美味しかったって言われたら嬉しくない。わかんないけど、うん、確かに愛嬌ある方が可愛いね。それはもう絶対もちろんそうだと思う。やばいやばいやばい、落ちたほっぺたを拾ってあげたい。でそこでほっぺ触る、それはちょっと、じゃあやってみるよリラが。じゃあゆうちゃんやって。何を。ほっぺた落ちるくらい美味しかった。ほっぺた落ちるくらい美味しかった。ありがとう。そうか。パンやめて。そうかじゃなくない？こっちじゃない？違うか。これ女の子か。テリーちゃんやってみて。やだ。なんでなんで？恥ずかしいな。違う違う。触られるのがやだ、ほっぺ。どうして？テカテカだから。私酔っちゃったみたい。お願いします。それやって続きやってくれんの。え、続きやってくれなかったね。だからセリフ言いたくないから。手つなぐのと腕組むのどっち。手つぐのはつなぐ手つなぐのは恋人だったら許せるけど、なんか恋人でもなんでもないのに手つないでるのはなんかどうだろうって思う。私の会見です。見解です。会見じゃない。りーちゃんたまに難しい日本語使うからわかんないんだ。え、手はいいんじゃないって、やめだろ。誰誰誰の発言。言うとしちゃった。
や手はよ手つなぐのあり？あり？なし。タワー？熊タワー？え？ゆうきさん。ありがとう。ダメなのってありえない。え？手つなぐのあり？え付き合ってない人とでしょ？そう浮気とかじゃないかこれ別に。でなんか彼氏いない中でってこと？付き合う寸前とかで相手が好き同士ならわかるけど、ごめん勝手になんかうち浮気のことになっちゃったわ。やめて。別に誰も誰も別に付き合ってない状態？別に繋ぐってこと？じゃないの？えありでしょ。え？そう。お互い気があればありなんじゃない？気があればね。気がない人ってこと？えどういうシチュエーションでさ、それ手を繋ぐだのさ、腕組むだの言ってるの？確かにそれは聞いて。どういうシチュエーションですか？なんか普通にありがとう。普通に会社の同僚とかだったらちょっと引くかもリラ。ノリとかでならわかるけど、なんか冷静にシンプルに帰り際に手つないで帰ってる。別に付き合ってもないあれだったらんってなるかも。わかんないけどテーブルの下で隠れて繋がれたことはあるって。え女の子、あなたは女の子ですか？あなたは誰ともひろは女じゃないと思うけど。え女にってこと？それはいい状況だったらキュンキュンするよね。お互い気があるんだったらね、うん、お互い気がなくてさ、うん、それやられたらさ、うわってならない？わかんないけどイケメンアピールきたいや、ね、もはやそんな友達いないよね。いないわリラ。どんな友達？そんなこの隠れてる時にこうやって手握ってくる友達はいないよね。確かに。気がなかったら喋れないよねその人と。うわ、この人自分に気があるんだ、ちょっと距離を置こうってなりますよね。ね、私さちょっとさ聞きたいことがあるんだけどさ、なんか例えば会社の同僚とか、まあいいよ学校でも何でもいいんだけど、気が自分が友達だと思ってた人にじゃあ告白されました、でも私はどうしてもその人に気がないです、だけどちょっと距離を置きたいなと思いました、でもその人からはめちゃくちゃアタックされるの、もう好き、うん、付き合って自分は別に友達なんだよね。そう友達だし、むしろこのことがあってからちょっと距離を置きたいくらいになってるけど、でもずっとアタックされ続けてされ続けてされ続けまくったらもういいや付き合おうってなるのか、もしかしたらどんどん逆に好きになってって付き合うのかっていう、そういうさ場合だったらさ、そういうのあるのかなって聞きたい。伝わったかな？仕方なく付き合うか、それとも本気で好きになるか。そうそう、本当に無理だ、本当に友達だと思ってたのに、うん、でもすごい好き好き言われるから、それにその愛に負けてじゃないけど押しに押されて、そう自分も好きだって気づいて付き合うのか、本当に付き合えない。あ付き合えないのかってこと？それで付き合えるのか、ちゃんと好きになって付き合うのか、それとも引くのかってこと？そう引いて引きまくるか、折れるじゃないか、たい無理か OK かってこと？そう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 、うん、その推しでさ、こいつとは友達だと思ってた、でもいや好きかもっていう感情になるのかなっていうのを知りたい。なんかドラマとかでよくあるじゃん、なんか私が好きなドラマもそうなんですけど、なんか片っぽ好きで片っぽめちゃくちゃ嫌いで、でも好き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 言ってたらその人が好きになってハッピーエンドみたいなドラマとか映画とかあると思うんだけどさ、それ現実でもさリアルであんのかなっていう。難しいけど人によらん結局。じゃだから聞きたいのよみんなの、ね、そのみんなはどうなのかっていうのが。
恋は駆け引きよってまあないか、難しいか。男はならない気がするって。好き好き言われても、あ、さよならってなるってこと。しつこくされるとなおさら無理。あ、そうなんだ。逆に嫌になっちゃうんだ。いやー、どうだろう、自分その人内面が良ければなるかもな。リラ、わかんないけど。男性はでもなんかどうなんだろう、割りかしさっぱりしてるイメージあるけど。でもさ、男の人って本当に第一印象でこの子恋愛対象に入るか入らないかってさ、判別されるんでしょ。何かテレビで見た。だからないって思ったら 90% ぐらいはないみたいな。付き合える可能性とか、そのカップルになれる可能性とかないみたいなの見て、本当に男の人って顔面なんだって思ってた。すごいこと言った。あれで、これは付き合えるか付き合えないかっての話ね。なんか人は見た目で決まる、ファーストインプレッション大事っていうね。一目惚れはありますか。あると思う。うーん、分かんない、あるんじゃない。え、じゃあ街中でこの人かっこいいってなったら声かけれる。かけない。かけない、うん、え、もう本当にこの人やばい、かわいいって思ったらみんなは声かける。ナンパがやばい、それでも。うん、でも TikTok とかでもよく出てくんのさ、うん、この人かわいい、声かけてみるってなって付き合ったカップルみたいな。なこなこもそうだよね。うん、なこなこチャンネル、なこなこカップル知ってる人いるのかな。あ、見せる。うん、声かけるにまでは至らないな、ちょっとね。かけれなくね。いつもね、うん、陽キャしかそれはできん。確かに嫌いだったメンバー好きになったりはするよね。へえ、そうなの。ありそう。でも私もさ、テレビ見てて、あ、この人好かないなって思う人結構好きになったりするタイプだから、その気持ちはわかる。お前何の話してた。そうでしょ。嫌いだったなんとかかんとかって言ってた、うん、テレビではこの人嫌いだなって思った人でも1年ぐらい経ったら結構好きになってる、うん、とかって言った。別にそこまで陽キャじゃないよ。陽キャになりたい。でもゆうちゃんって見た目めっちゃ陽キャだよね、うん、陽キャになりたいだけ。私陰キャ。陽キャになりたいだけで、別にそんな陽キャではないと思う。まあ、みんなが思ってるよりかは陽キャじゃないとは私も思います。うちが、うん、そうだよね、うん、もう陰キャでもない、うん、でもそんなバチバチに陽キャでもない、うん、私は最近気づいた陰キャってこと。りーちゃんはそれなりに陰キャだよ。やば、それなりに陰キャとは、うん、卒業後有名芸能人と付き合ってほしい。だって、はい、うん、ひーちゃんかな。配信終わると落ち込んだりするのかな。リラが落ち込んでるとこ見たことある？
落ち込んだ時いつ見たことないと思う。あんま落ち込まないリラ、うん、私陽キャにはつるめないんだ。まあ陰キャです。陽キャ陰キャって陰キャだけど別に中間人間。宮里さん卒業後プロ野球選手と付き合ってほしい。ないですないです。ごめんないだない。ちょっとスポーツ選手はちょっとない。人生で一番落ち込んだこと、それこそ休業してる時とかも最悪だった。最悪だった。うん、友達が AKB 嫌いだろうなと思ってたけど、サッシーの卒コン誘ったらキレられた。キられただよ。キられたって何？キレられただよ。き、あ、目悪くなったから。二人は幼馴染と付き合ってほしい。うわ、幼馴染との恋愛とか夢だったな。相手が相手だからな。確かにゆうちゃんの幼馴染会ったことある。あるんだよね。可愛い、なんかでかいけど可愛いよね。うん、こん幼馴染って年齢関係ないよね。小さい時にいたら幼馴染だよね。幼馴染っていうかもう兄弟みたいな感じ。うん、確かに。ヨナちゃんヨナちゃんってスマブラバチクソ強い。でも勝ったからうち。ヨナちゃんヨナちゃんヨナちゃん自転車に弁当忘れたんだけど届けてくれない。違うよ、家、あ、そっか、車で届けに行ったんだよね、リラと一緒に。学校まで弁当届けに行ったんです。弁当か。弁当。何言ってた？言ってない。もう弟。幼なじみか、4人みんな女の子だな。うん。4人？ 3 人。3人。もう一人の幼馴染は女の子なんだけど、なんか急にキャラ変しちゃって、中学校の時に私幽霊見えるんですって言って、なんかあ、そこに幽霊がいる、壁を突き抜けてるみたいな言って、ちょっとどうかしちゃったんだよね。ゴールデンボンバーが好きになっちゃって。そうなんだ。金箔ね、うん、ゴールデンボンバーが好きで幽霊が見える幼馴染多いな。初めて聞いたんだけど、そんな幼馴染。もうほんと赤ちゃんの時から一緒だけど、もうでも中学校の時から喋ってないから、もう幼馴染じゃないのかな。でも保育園も小学校も中学校も高校も一緒なんだよ。うん、すごいね。うん、高校も一緒なの？うん。リラ知ってる？知らない。知らないんだ。本当に見えてるのでは？って。いや、本当に見えてるんだと思う。ゆらちゃんの肩についてるよ。言われたことあるもん。え、マジ？ってこうやってやって。そんなんじゃ取れないよ。って言われる。すごい。ガチの見える人だ。うん、3年1組にはいっぱいいるね。出てさって怖くね。わざわざみんな幽霊見てもらうために呼んでたの。今何してるのその子？知らない。知らないか、さすがに。中1から喋ってない。中 2？ 中 3？ 最後に喋ったのもその幽霊の話だと思う。
そいつと飲み行きたい。でも全然なんか違う方向に行ったかな。確かにドラマみたいなことを今聞いた、うん、ゆなちゃんの肩にって面白い。友達はなんか2人乗ってるよみたいな、2人背負ってるねみたいな、リラのここにもいるのかな、いるんじゃない、バイバーイ。大丈夫、バイバーイ。でもなんか自分の友達とリーちゃんの友達が仲良くしてほしいっていうのがすごいあるから、岐阜に来た時は絶対リーちゃんと友達に合わせる、合わせちゃう。ゆなみきさほ、あ、さほ合ってない、うん、見てそう。ゆなとみきに会ったよ。マジでゲラだよね。でもうん、ゆなが一番ゲラだからね。見てんじゃない、釣られる、なんかこっちまでね。サホは陰キャだから意識合うよ多分。みなみマジで連絡取ってないからね。みなみ、うん、大学の友達なんだけど消えちゃった。丹羽さんとは合わせてない。よく覚えてるね、三輪さんなんて。誰、三輪さん、三輪みなみ、違う、三輪は高校の唯一の友達。パリピに会ったことない、ない。パリピってもう誰か分かんないの。りーちゃんはあんま紹介してくれない。してるよ本当に。陽キャ中の陽キャだからね、あの人も。そうなんだ。なんでリラと仲良いのか知らない。タタタ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたドルで洗いざらい吐かせるね。誰ですかあの女、誰ですか、そうですか、トーマスの不祥事逃がさない、消してあげるね、汁袋プルプルチです。チラミ水族館は行ったけど。行ったよ。パリピじゃない、パリピじゃない、パリピじゃないとも。めっちゃ足むくんでるんだけど、どういうこと。お、たい焼き682個、今日で700個目指そう。いけるか。ゆうちゃんは、ゆうちゃん結構いってそう、1000、うん、ぐらいいってんじゃない。いってないんじゃない。でもね、たい焼きタワー、たい焼きタワー分以上、うん、買ってる、やってもらった。さっき、うん、昼夕方と言ってみてないの、これ。そんな638個。目指せ2000個。和菓子の日なんて存在するんだね。あ、ありがとう。いっぱいいっぱい。いっぱい来た。
すごい、たい焼きが渋滞してる、うん、あタワー分来ちゃった、あーミーターありがとう、ミーターありがとう、嬉しい、ミーターも写真載っけないと、ありがとう、かゆー、みんないっぱいありがとうね、たゆきね、日曜日までに達成できそうな激推しるよ。この T シャツゆるい？そう、たい焼きじゃないと意味ないんだって、うん、兄さんもありがとう、いっぱい今日ほんと贅沢だよね、なんか、うん、パラ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 っつってたい焼き投げるとこ瞬間見てこんなにいっぱい、日曜日まで全然時間ない、普段は1週間なんだけど、ま、今回は5日しかないな、うん、でな、うん、で、ね、しかもいつもだったらタワーとかでね、そうなの、そうだよ、嘘、えパンだよ、パンけど今回はたい焼きオンリーだから、へー、タワーだ、違う、いつもタワーって反映されてるの、あれ分かんない、反映されてなくない、反映されてないよ、ゆうちゃん多分、大きいテントとかはパンは、パンはタワーも反映されたんじゃない、多分テントもテントオンリーだったよきっと、テントタワーは違う、テントタワーなんてあったっけ、あった気がする、テントなかったっけ、そう、この間は海の日、山の日選べたけど今回は違います、たい焼き今日始まることを今日知ったの、うんうん、いや結構前から知ってた、1週間前くらいから知ってた、2週間前くらい、うん、結構だいぶ前ぐらいから知ってた、6月始まってから知ってたよ、うん、ゆうちゃんはさいつ松坂牛もらえるの、M さんからもらった？マネージャー。うん。たら、私松坂牛のギフトどこですかって。うん。まだ来てない。事前にお知らせしてくれる。ショールームイベントやってるので参加してくださいとか、ゆうちゃんパンのお皿ももらってないじゃん、ゆうちゃんパンは、いやパン達成してない、なんかももらってない気がする、気のせい、なんか結構溜まってるんだよね、何が溜まってる、もらってないもの、嘘、他は結構前にもらった、クあもらったクマのぬいぐるみももらってない、あとなんだっけ、そんだけか、ホワイトデーのクマと、ホワイトデー、ホワイトデーのクマに1年前くらい、1年前にもクマがもらえるやつがあったんだけど、それももらってないし、お皿ももらってないし、お肉ももらってない。いや実家に届いてないと思う。届いてたら多分言われる、お母さんに。アイスは私しかもらってない。うん。
アイスはあと4つくらいでなくなりそう。出てかして、リーちゃん爪が長いですね。あとで切ります。ピース3、5、それ4、2、3、1、2、5、4、1、3、2、4。何このサビ。反射神経。かゆそう、なんかそのかさぶた。かゆくないよ。言うの男いるよねっていないよ。怖い怖い。かゆ。教えてあげる。いないから安心して。怖い。なんか若い子。うん、若いから触んないで。かゆいんだけど。りーちゃんフラッシュ暗算とかできるの？できない。逆になんでそう思うの？怖いんだけど。正直に言ってくれてありがとう。いないんだが。いてもいなくてもいないって言うだろうけど、いない。マジで安心して。お互いいない。安心して。かゆいよ。これでさ、ショールームとかでさ、私彼氏いるんですって言うとどうなるんだろう。ファン炎上するのかな。じゃあもし私が今ここで私彼氏いますって言ったらみんなどうする、うん、ファンやめる。私彼氏いるんですって言ったら、へこむ。見はしない。落ち込む。へこむんだ。ただやっぱりいいっていう。ひどいひどい。お祝いする。別に多分今年一笑う、うん、見はしない。おめでとうっていう。いいんじゃない。彼氏できておめでとう。彼氏いますっておめでとうなの。タワー立てるって。あ、本当。推しの熱愛報道を使ってたらじゃあみんなそういう反応っていうことね。それこそさ、りーちゃんはさ、うん、もうちょっとで卒業じゃん、うん、から、まあ、別に恋愛にあれこれないと思うの。どうするんだろうみんな。大丈夫、私恋愛しないからさ。いや、もししたとしてショックなのかな。でも割と私のファンの人ってさ、ランリーの好きなようにしなみたいなさ感じだから、あんまショック受ける人いなさそう。知らんけどね。うなとり丼の丼長。積もるよね。笑ってるよ。あなた口元笑ってるよ。チュって何？はい、リランチュのチュって何？リランチュ？違います。虫にしないで。虫にしないで。リランチュ、うん、チュって何？民族？何言ってんの。ニトリ丼のドンチョなんか変なこと言ってますよ。大丈夫ですか？リランチュのリランチュのチュー。大丈夫？どうした？壺に入ってるんだけど大丈夫そう？なんか最近笑いすぎて涙出たんだよね。なんだろう。
ウミンチュって聞いたことある。なんでだろう。ウミンチュは有名だよ。有名。沖縄の方言だよ、ウミンチュは。え？ウミンチュ。ウミンチュ？ウミンチュってあの。ウミンチュ。ああ。海で海を愛してる人みたい。チュラ。チュラって何？チュラは美しい。何もう何につぼるの？何につぼるの？これのどこがつぼる？分かんない、もう何につぼってんのか分かんないくらい疲れたんじゃない。もうゆうちゃんだけな、疲れてない？正常よ。そっか、うぬたりどのどんちょダサい、変えようかな。いやこれリラが考えたあれじゃないからね、私が考えたネーミングじゃなくて、リラ人でリラン中、うなとり丼が考えたよ。うなとり丼のどんちょってリラ人、アラジンみたいに言わないでツッコミが適切にムカついてくるな。なんでムカついてくるんだよ。ちぼちぼっちゃう。ちぼ何語やばいやばい、何語、うん、やめよう。涙出てくる、ちぼっちゃう涙出てくる。うなとり丼のどんちょ、確かに顎かいてます。沖縄弁講座してほしい。やだ、みんなバカにしてくれやん。岐阜弁もまあまあ、なるよ。違うし、ハート作らんし、そこでいいやん。755開いてる。うなとり丼のどんちょが、頑張った。どうぞ。最近頑張ってるね。えらい。はい。よしよししてっていつも言うの。よしよししてよしよしってやってもらってるいつも。あー野菜食いて。生ハムあるやん。むくんじゃう。ポニャー。ポニョ。最近やってくれないね、そのくだり。めっちゃ。ポニョ。ポニョ。ポニョ。直して。今度ジブリはゲド戦記とトーンも急に下がるね。グゼたちの見るよ。おお、そうなの？いつ？土日。今週の？はい。けど戦記は見たくない、風立ちぬは見たい。空に憧れ、待て待て、今何時？11時5分一体何時？7分。うなちゃん終わる。はい、今年は何かしたくて。確かに耳を澄ませばとか見ないの？見るよ、うん、耳を澄ませばと猫の恩返しをセットで見ようみたいな。おー、いいですね。急ですがありがとう。また明日会いましょう。ランキング読みます。13位レリオスジンヨンシさん、12位 TK トンクラットマークタイのナトリドンさん、11位ツワッサーさん、10位あタワー取ったやん、うん、和歌山ラーメンさん。何タワー、かわいいそのタワー、ね、何これ、猫猫団子、英語しとかないと。ありがとう、かわいい、ないいな、かわいいな。和歌山ラーメンさん、和歌山ラーメンさんってスイカ、え、和歌山ラーメンさんってスイカ説出てたけどどうなん。え、待って、リラもくれたんだけどすごいびっくり、やったありがとう。嬉しい。ちょっと順位変わるまで待っとこうかな。わしゃは一緒歌歌います、うん、岡山ラーメンさんありがとうございます。ゆうきさんの熊タワーもわかった、メモした。そう、黒犬さんからね写真たまってるから、ちょっと 1,2,3,4,5,6 枚7,5 乗っけなきゃいかん。今日だけで、うん、3日前くらいから。大丈夫、今めっちゃ音鳴ったよ、うん、痛い、やち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 
っていうのがワンセット、うん、かわいいタグありがとうございます。それは何？猫猫猫にゃんにゃんにゃん犬犬ワンワンワン。ひどい、空っぽだからいい音がするんだねって。そうでもイナジー怒った怒ったイナジそうでも頭ちっちゃいってだから本当に脳みそないんだと思う。じゃあ変わったっぽいのでランキング見ます。13位つばささん、12位 YK アットマーク、昨日撮影配信神でした、 TikTok もありがとう、超かわいいさん、ありがとう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 。11位、生写真かわいく撮れましたよ。11位ロロさん、10位テレキチャットマーク、うなうなたんたんうなたんたんさん、9位リンゴリンガーリンゲストさん、8位 TK トンクラットマーク、タイのナトリドンさん、7位イナジーアットマーク、20歳のユナ彩りたいさん、6位ニーアットマークナトリドンさん、5位プラットマークナトリドンさん、4位クロケンアットマーク、1日お疲れ様、1枚ゆじりじ写真載せてもろてーさん、 OK。 3位和歌山ラーメンさん、タワーありがとうございます。2位ミータンアットマーク、ゆうちゃんしかかたんさん、たい焼きタワーありがとう。そして1位がゆうきさんです。ゆうきさんもくまタワーありがとうございました。それでは今日も見てくれてありがとうございました。また明日、おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。